15日オープン戦中日0から0阪神、バンテリン、中日、大島洋平外野手が、1番、左翼、でスタメン出場し、3打数1安打。3回には鮮やかなクリーンヒットを放った。3回西で阪神の先発、青柳に対し、カウント1対1から3球ファウルで粘った後、6球目を中前に運んだ。12、13日のオープン戦、西武戦、ベルーナ、には同行せずに名古屋で残留練習。毎年恒例の、いつも通りの練習を名古屋球場でしていました、と成果を快音で示した。